こんにちは、くるみどりチャンネル略してくるちゃん。今回はかわいい子を連れてきました。ペペロミアのご紹介なんですけれども、このペペロミア、とってもねバリエーションが多くて、いろんな品種があるんですけれども、中でも私がかわいいと思って育てているスイカペペ、サンデルシーと、今回はレッドルナを用意しました。この2種を使って基本的な育て方、そして株分けの方法、葉差しの方法、ペペロミアをより楽しく育てる方法を皆さんにお伝えしていこうと思います。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。まずはペペロミアの基本的な育て方、ここを押さえていきましょう。ペペロミアは見た目が本当にユニークで、様々な種類があるので、こういった細い茎に大ぶりな葉っぱ、丸くて可愛らしい葉っぱをつけるものもあれば、小さくつる性で地を這うように生育するもの、しだれるようなもの、そして幹立ちするような様々なタイプがあります。どれも葉っぱ、茎にとても水分を多く含むような性質があるので、水切れによって枯らしやすい方、ちょっとね放置してしまうような方、初心者でも育てやすい品種です。特に今私がこちらの手に持っているペペロミアサンデルシーは、模様が縦縞のような斑が入ったスイカの縞模様のような形なので、スイカペペと呼ばれたりとか、あとはこちらに持っているのはペペロミアのレッドルナという品種なんですけれども、葉っぱが縮れたような見た目から縮れたペペロミアと呼ばれたりなどして、結構本当に見た目が様々なので、皆さんお好みのもの、もしかしたら持っているものが、あ、これもペペロミアだった、あ、こっちもペペロミアだった、なんてこともあるかもしれません。またお花がね結構ユニークで、今ちょうど私のペペロミア、今朝お花を見つけたんですけれども、ちっちゃいんですけどもね、こちらのスイカペペのこのね棒のようなちょーんと長いものがついていると思うんですけれども、これがペペロミアのお花なんです。これね、花びらをつけて可愛らしく咲くお花とは一見違うんですけれども、このちょっとトリッキーなお花をつけるところなんかもペペロミアの魅力だと私は思っております。でですね、ペペロミアは明るい日陰を好む観葉植物です。ちょっとね多肉質なので、多肉植物の仲間だとも思われやすいんですけれども、基本的には観葉植物の仲間、育て方が多肉植物よりというふうに覚えておくといいかもしれません。明るさは直射日光は好まないので、明るいカーテンレース越し、窓際の明るい場所で育ててあげましょう。例えば 2,3 時間窓から直射日光が当たって午後は影になる、この程度であれば明るい日陰という表現に含まれるので、そういった窓際でも OK です。あまり暗い場所だと葉っぱに張りがなくなる、茎も水分質で木質化したように硬くなるタイプではないようなペペロミアは、下にタラーンと垂れてしまうようなことがあるので、明るい日陰見つけてあげて、そこで育ててあげてください。また先ほどからお伝えしている、とてもね水分質の高い葉っぱ、茎を持つペペロミアですので、他の観葉植物と比べて乾燥気味に育ててあげると、葉っぱがクッと引き締まった元気なペペロミアを育てることができます。ですので土が乾いてからさらにもう 2,3 日、成長期である春から秋の間でも待ってあげて、しっかりとグッと凝縮されたペペロミアを育てていきましょう。あまり水を与えすぎると根っこにも水分があって、葉っぱにも水分があって、茎にも水分があって、水分ばかりになってしまって根腐れしてしまう原因になってしまいます。ペペロミアは他の観葉植物と比べて乾燥気味、これは一つポイントとして押さえておいてください。また葉っぱがとても肉厚で水分質なので、他の観葉植物よりも空気の乾燥にも強いです。ですので普段部屋が乾燥してしまうので葉水を欠かさない、こういったご家庭でもペペロミアであれば葉水が必要ないぐらい乾燥に強いです。葉っぱが波打ったりとか
縮れたりっていうことはほとんど見られないのがペペロミアの強みだと私は思っていますので、デイリーケアもあまり手間取らない、そして水やりの頻度も少ないっていうところで、観葉植物を置きたいけどお世話に時間をかけられない、こういった方にペペロミアはおすすめしたいなと思います。では乾燥にも強い、そして明るい日陰が好きっていうことで外で管理してみようって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ペペロミアはあくまでも観葉植物です。熱帯地方に生息する観葉植物ですので、寒さは10度を下回らないような環境で育ててあげることがベストです。あんまり冷えに当たってしまうと本体が水分を多く含んでいるので、これが凍結したことによって葉がね、凍傷を起こしてしまったりとか、本体がぐーっと冷えてしまって冷えに当たるとそれによってストレスを受けてダメージになって弱ってしまう可能性があります。ですので今私は冬の1月に撮影しておりますが、この株は室内、そして10度を下回らないような環境で育ててあげています。室内に置く場合でも、例えば窓際で夜間は冷気が入り込んでしまったりとか、夜は室温がぐーっと下がってしまうような場所で管理している場合には、冬の間、冬越し期間としては10度を下回らない場所に移動をしてあげる、できれば日当たりのいい場所を与えてあげるようにしましょう。さてここまでペペロミアの基本の育て方を押さえてきたところで、次は私今回これらを株分け、そして葉挿しをして楽しんでいきたいと思います。株分けっていうのは1つの株を2株、3株に分ける方法なんですけれども、ペペロミアは特に株分けがしやすい、根がほぐれやすい観葉植物です。また結構ね、こう見ていただくと分かるんですけれども、葉っぱが株元に密集するタイプですので、結構これが密になりすぎると株元が蒸れてしまうことがあります。この蒸れを軽減させるためにも、これを株分けしてあげて株元をすっきりさせてあげる、今のような状態、株元の通気性をキープできるような状態を作り上げるために、ペペロミアを植え替えするのはもちろんなんですけれども、株分けして空気感を保ってあげることがペペロミアを上手に育てる根腐れさせないコツです。またペペロミアは先ほどもお伝えした葉挿しができる観葉植物ですので、例えば今私が株分けしようと思っているこちらのスイカペペ見ていただくと、ちょっとね、傷んだ葉っぱが見られると思います。こう当たってしまった、ぶつかってしまった、葉っぱに傷がついてしまった、そういった葉っぱが見受けられますので、今回は株分けをしながら綺麗な葉っぱを残して古い葉っぱを取り除く、でその古い葉っぱをポイッと捨ててしまうのではなくって、葉挿しにして再生して新たな一株を作り上げていこうと思います。まずはちょっとこちらのね、スイカペペを抜いてみたいと思います。どういった状態になっているのかチェックです。はい、ペペロミアは結構細い根っこなので、根っこがこうぐーっと密集してしまうと根っこ同士が絡み合って根が密になってしまう、水を吸いにくい環境にもなりやすいので、定期的に1年から2年に1度の植え替え、もしくは株分けをおすすめします。今こういった状態で根詰まりをしているわけではないんですけれども、根は結構ねしっかりと出てくれています。ちょっと土をほぐしてみたいと思います。どんな状態かな。はい、今だいぶ、はい、土がほぐれたんですけれども、このね株元の部分が、よいしょ、見ていただいてわかるかな、1個2個に分かれているのがわかると思います。わさびみたいですよね。今回は株分けとしてこっちの大きい部分と小さい部分2つを分けていこうと思います。さらに土をほぐしていって、このね株がふっと分かれるところまで土をほぐしてみたいと思います。今ちょっと分かれたんですけど、葉っぱが絡んでいる、分かれました。はい、お、分かれた、いい感じ、だいぶ暴れている。今これで、はい、2株に分けることができました。
根っこはそれぞれついた状態で、株元のちょうど分かれたところちょっと見えにくいんですけれども、この株元の部分、こことここがくっついてたのをパキッと、はい、取り分けてあげて、今2株に分かれた状態です。でですね、今この小さい方がダラーンとしていますね。隣のね、こっちには葉っぱがあったんですけれども、そっちの方にピューンと伸びてしまっていた葉っぱのようなので、ちょっとこの辺を整えていこうと思います。これで一株目をきれいにしたところで、じゃあ次は2つ目、こっちのね大きい方の株なんですけれども、こっちは普通に鉢植えにしていこうと思っていて、で今回こっちのねクジライさんの鉢、陶器の鉢に仕立てていこうと思います。結構ねこのクジライさんの鉢は鉢穴がしっかりと開いている、排水性がとても高い鉢なので、こういった多肉質なもの、乾燥を好むような植物にもおすすめです。私のオンラインショップにクジライさんの鉢数量限定なんですけど並んでいるので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。で、先ほどのペペロミアを合わせる、うん、いい感じ、サラサラっと。はい、これでスイカペペの仕立てが完了しました。ここで今私が葉っぱにちょっと折れてしまった部分があったりとか、ちょっとね葉っぱの裏に傷みがある部分、この辺をちょっとね、カットをしていって、さらに綺麗にしていこうと思います。スイカペペ、クジライさんの鉢仕立てが完了です。めっちゃ可愛い！いい感じにできました。はい。でですね、今こっちにね、取った葉っぱ。この傷んでしまった葉っぱも水差し、そして葉差しにしていくので、後半も楽しみにしていてください。はい。でですね、もう一個のですね、こっちにもありますよね。もう一つは、そのまま、スリット鉢にしとこうかな。かわいいよね。さらっとやっちゃいましたけど、こっちも株分けが完了です。次に、葉差しの方をご紹介していくんですけれども、今回私は、三寸のスリット鉢に水苔を敷いたものを用意しました。水苔はしっかりと水を吸わせてふかふかに戻したものを用意してあげてください。で、これをねそのままもちろんこの茎のついた状態のものをここを下にして刺してあげる。これで挿し木のような形でもできますし、こういった感じにね刺しといてあげると、そのうちここの、はい、先の部分からね根っこが出て新たな一株にもなりますし、茎のあるものは今回私は水差しにしていこうと思うので、じゃあこの水苔の上には何を刺すのかっていうと、葉っぱだけで大丈夫なんです。つまり傷んでしまった葉っぱがボロッと例えば落ちていた、今回は切りますけど、こういった形で葉っぱだけの状態、この葉っぱ1枚からもともと茎がついていた部分、ここから根っこが出て新たな葉っぱ、小さいんです、本当に小さい1ミリくらいのちっちゃい葉っぱが出てきて新たな一株にできる。傷んで切れてしまった葉っぱもここから復活することができます。これを今回はやっていこうと思うので、ね、ちょっともね葉っぱも切れているので、はい、ここを葉っぱをね半分ぐらい、3分の1ぐらいかな、カットしてあげちゃってください。はい、このような形、この後ろの葉っぱのついていた部分を残して葉っぱの3分の1ぐらいをカットしてあげる。こうすることで葉差しにしている間にまだ根っこは出てないので水分吸えません。なのに葉っぱばっかりあると葉っぱから水分が蒸発してしまって乾燥の原因になってしまうので、葉っぱのね蒸発する部分を少なくしておく。そしてここからの新芽の展開を待っていきます。これね、ただ単にここにこの湿った水苔に刺してあげる、もう寝かせてあげる感じです。はい、こんな感じでね寝かせてあげる。このねちょっと私はふかふかベッド、ペペロミアベッドを今回は作っていこうと思っておりますので、葉っぱをチョキンして茎をね切ってから
葉っぱを3分の1程度にして寝かせるペペロミアベッド、もう1枚ぐらいやろうかな。ちょっとね、傷んでしまっているので見た目をね、綺麗にすると同時にこの葉っぱをね、無駄にしない、また新たな命として再生してあげたいなと思っております。これは水苔に関しては乾燥をなるべくさせないようにしてほしいので、干し水、私は無印のバットを使ってるんですけど、バットの網のものと、あとは受けのね、2枚セットで用意してもらって、そこに水を張っておいて、これをチャポンとつけておくとスリットから水が吸われるので、干し水状態っていう水が乾燥しない状態を作ることができます。でね、さらにそれをケースに入れると、ここからね、また保湿もされて乾燥をしない、こういった発根させたい株には環境を整えることができますので、今度その育苗ボックス、はい、ご紹介しますので、後日の動画もお楽しみに。とりあえず今はこのふかふかベッドを作ってあげる作業をお見せします。今この感じで、はい、スイカペペのふかふかベッド完成しました。でね、せっかくなんで今回はこちらのレッドルナでもやっていこうと思います。レッドルナも傷んでる葉っぱをと思ったんですけれども、今ね、とても状態良くてあまり傷んでる葉っぱがないかなと思ったら、あった。ちょっとこれわかります？あのね、破けちゃってる、破けちゃった葉っぱもどうせここカットするので大丈夫です。破けちゃった葉っぱなんかをきれいに剪定するときに葉差しやってみましょう。すっごく可愛い葉っぱが出てくるので、皆さんにも見てほしいなって思っています。カットして、できればこれも3枚ぐらいやりたいので、ちょっと破けちゃってる子をね、メインで選んでいきます。破けてる、破けてる、綺麗だからあまり破けてないんですけれども、破けてるのあるかな、あ、これが破けちゃってるかな。破けた葉っぱとかでもいいんですけれども、カラカラに乾燥していたり明らかに弱っているような葉っぱは発根しづらいです。新しい葉っぱが出づらいので、できれば破けちゃってるけれども葉っぱは生き生きしているものあると一番いいなって、ちょっと難しいですかね。はい、あのね、こんな感じで、はい、かわいそうに破けちゃってる、でも葉っぱにはツヤがあってピンピンとして元気に育っている、こういったものを選んであげてくださいね。今ね、はい、3枚取れたので、これはもう破けてるのでそのままベッドに寝かせます。で、あとの2枚は半分ぐらいカットします。よいしょ、はい、寝かせる。これも茎をカットして、葉っぱをカットして寝かせる。はい、これで OK。 はい、こちらはペペロミアレッドルナのふかふかベッド完成です。こういった形でね、傷んでしまった葉っぱ、もうね、ちょっと取ってあげたいなっていう汚くなってしまった葉っぱでも、ペペロミアであればふかふかベッド作ってあげて増やすことができます。ここからどういった形で発根するのか、芽が出てくるのかっていうのは後日、ショートでもね、本編でもお伝えしようと思っておりますので、今後の動画もお楽しみに。はい、では今回はペペロミアのサンデルシースイカペペとレッドルナを使ったペペロミアの基本的な育て方、株分けの方法、そしてふかふかベッドの作り方、水差しも今回は最後に用意してみました。ペペロミアを楽しみ尽くす方法をお伝えしていきました。皆さんのご自宅にすでにペペロミアがある方、ぜひ増やすなんて方法もやってみてください。あとは基本的な育て方知っていれば、ペペロミアの可愛らしいこの見た目、長く愛でることができます。ぜひ私と一緒にペペロミアを含め多くの観葉植物とのボタニカルライフ楽しんでいきましょう。はい、今回の動画参考になった、やってみたい葉差し、水差し、そして株分け楽しそうだと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはまだね、ここからどうなっていくのか、このふかふかベッドがどうなるのか、水差しからの根っこがどうやって出てくるのかなど、さまざまな情報をお伝えしていきます。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん、今回はこの辺で、バイバイ。